にいるの？姉ちゃん。え？でもリンダさんがアフリカから帰ってくるのは半年ぐらい先だって。それが帰ってきたんだ、間違いねえよ。お姉ちゃん待って、デニス。お姉ちゃん。ただいま、デニス。やっと帰ってこれたわ。寂しい思いをさせてごめんね。会いたかった、お姉ちゃん。デニス。デニスの命が惜しかったら新しい魔の者のためにお前の心臓を差し出すのね。アリスさん、ネギス。Thank you.
ヨロヘーバウヘーアドナイツァバオエーヘーイエーアーグラヨロヘーバウヘーアドナイツァバオエーヘーイエーアーグラおじいちゃん今日はアリッサの10歳の誕生日。そろそろルーダーの力が目覚める頃だ。それにしても日々成長していくアリッサの美しさには目を見張るものがある。アリッサは私の未来だ、希望だ、命だ。いつまでもアリッサの成長を見ていたい。だがそれは不可能なのだ。アリッサが成長するにつれ私は老いていく。このままアリッサを残し死んでいかなくてはならないのか。永遠にアリッサのそばにいたい。驚くべき記述を見つけた。契約の儀式。ルーダーの15歳の誕生日にその心臓をえぐり出し、その血をすすればルーダーの魂と一つになり、新しい魔の者として再生し永遠の命を得られるという、なんと忌まわしい呪われた儀式だろう。だが私はその儀式に限りない甘美な魅力を感じてしまう。この手でアリッサの心臓をえぐり出し、その血をすするのだ。そうすればアリッサと永遠に一緒にいられるのだ。そんなことが私にできるのか。あの可愛いアリッサの命を奪うなんてできるのだろうか。また新たなる発見をした。バローズ公爵の伝承だ。文献の中に謎の三角形の紋章があった。この紋章の謎を解いた者こそ新たなる魔の者になれるという。契約の儀式と何か関係があるのだろう。しかし ADN の文字は何を意味するのだろうか。知りたい。この謎を解きたい。どこかにきっと手がかりがあるはずだ。どこかにきっと。Thank you.
足を棒にしてヨーロッパ中を歩き回ったが無駄足だった。一体どこにバローズ公爵の居城はあったのだろうか。居城さえ見つければ三角形の紋章の謎が解けるはずなのに。旅に出て早くも3年が経とうとしているが、城の手がかりさえ見つからない。老いが私の体を貪っていく。おそらくナンシーは私の部屋で手記を見つけ、15歳の誕生日にアリッサの心臓をえぐり出し契約の儀式を挙げたいと願っている私の欲望に気がついているはずだ。アリッサは輝くばかりに成長しているだろう。アリッサと一つになりたい。だが契約の儀式に踏み切る自信はない。一体どうすればいいのだ。このまま行き倒れ朽ち果ててしまうのか。Thank you.
ついに私はバローズ城を探し当て、すべての謎を解いた。バローズ公爵には娘アンのほかに、戦災との間にビリーという息子がいた。ビリーは公爵の虐殺事件の際、危うく難を逃れ、ビリー・ブラウンと名を変えて密かに生き延びていたのだ。ビリー・ブラウン、なんという宿命だ。今はハミルトンを名乗っている私だが、旧姓はブラウンで、ビリー・ブラウンこそ私の祖先だったのだ。つまり私自身がバローズ公爵の血を受け継ぐ直系の子孫だったのだ。これで ADN の紋章の謎も解けた。バローズ公爵が溺愛した娘の名前はアン、彼のファーストネームはダン、妻の名前はネリー、つまりあの3文字は彼らの頭文字だったのだ。そして私の名はディック、娘の名前はナンシー、愛する孫娘の名前はアリッサ。なんという運命の符号だろう。魔の者になろうとして果たせなかったバローズの怨念か。恐ろしい、全てが運命の力によるものなのか。No!
で、これからが本番だ。レディーアクション。ネギさん、アリスさん。それとも心臓を差し出すのか。時間がない。早く答えろ。早く答えろ。ローズ公爵よ、私の祖先よ。契約の儀式の直前に愛する娘アンを失ったお前の絶望と怒りはよくわかる。私もまたアリッサを愛するあまり、父親フィリップを憎み殺害した。魔の者よ、全てはお前が企んだのか。400年の時を超え、バローズ公爵を蘇らせ、私と一つになり、アリッサと契約の儀式を結べというのか。あの可愛い孫娘アリッサの胸に、私自身の手でナイフを突き立てろとな。それもいいだろう。アリッサと永遠に一緒にいられるならば。さあ来い、バローズ公爵が我が体内に入り、契約の儀式を結ぶため、共にアリッサの元へ帰ろう。来るのだ、バローズ公爵が。
ば全ての謎が解けたようだな、アリッサ。お前の心臓を欲しがっていたのは、お前の大好きだったおじいちゃんと我らがバローズ公爵だったというわけだ。お前の心臓を奪い、二人が契約の儀式を結べば新しい魔の者が誕生し、私たちの一つになって我々の世界がますます繁栄するってわけよ。おいで、アリッサ。自分の命よりデニスちゃんの方が大事じゃないのか。逃げろ、アリッサ。逃げてくれ。デニス。Yeah!
許さん、切り刻んでやる。危ない。
これで俺の勝ちだ。妹のために祈りを捧げろ、アリサ。この配下を全て倒すとはさすがだ、アリッサ。だがまだ私が残っている。ママを助けなければクロックタワーの頂上まで上がってこい。おじいちゃん。おじいちゃん、あの男の正体はおじいちゃんだったのよ。行くわ、レギス。あなたはここで待っていて。ちょっと待ってよ、アリッサ。俺が男だってことを知ってるくせに。でも私はルーダーよ。必ずママを助け出してみせるわ。じゃあ。おい、